ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ名古屋より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただくお車がポルシェ911タルガ 4S 2016年式19000キロ、こちらの車両をご紹介させていただきます。やってきました、タルガ来ましたね。2代目のご紹介ですね。になりますね、はい、はい。東京店の時に1台、そうですね、はい、ご紹介してると思います。あとは名古屋店の方でも、はいはい、山本さんと真川さんコンビで赤いやつだ、はい、はい、やってましたね。ご紹介させていただいてるんで、はい、まあ、登場する機会はあるんですけども、そうですね、意外に車は珍しいというやっぱり少ないですね、はいはい、やっぱりこの人気が、うん、根強い人気がある車ですから。そうですね、はい、そしてポルシェといえばやっぱりオプションじゃないですか、はい、同じ車は2台ないんじゃないかっていうぐらいこうね、そんな感じじゃないですか。そう、はい、細かく設定されているので、はいはい、やっぱり一期一会だと思うんで、そうですね、はい、この仕様にビビビッと来た方は、はいはい、お問い合わせいただけるように詳しく解説していきますんで、はいはい、よろしくお願いいたします。お願いします。でまず外観からいくと、はい、オプション的には、うん、一番いいヘッドライト、そうです、 PDLS 付き、PDLS プラス付き、そうです、はい、のヘッドライトがもう当然のように、うん、当然のようについてますね、はい、ついてると、うん、僕的な勝手なイメージなんですけど、はい、タルガに関しては、うん、ちょっと豪華オプションであってほしい気がします、うんうん、はい、勝手ですね。勝手ですなんかこうスノカデラとかだと、うん、本当にこうちょっとスパルタンな仕様で作って、そうですね、はい、うん、あとは GT3 とかみたいなあのスパルタンな感じで言ってもいいんですけど、うん、タルガに関してはちょっとこう色気、はい、豪華オプション、うん、はい、ちょっと欲しいかなって。確かに、はい、でこの辺しっかり、まあ、当然のようについてると、はい、あと今回の車、うん、ジェットブラックということで、そうです、僕言われて、まあ、確かにと思ったんですけど、ちょっとジェットブラック、うん、ポルシェのってちょっと紺色っぽく見えますね、はい、見えますね、はい、青みがちょっと強いというんですかね、はい、特にその外の光によってだと思うんですけど、はい、まあ、太陽光とこう水銀灯の下で、うん、まあ、違いもあるんでしょうけど、はい、割と紺色に近いような、そうです、そんな感じで、まあ、高級感もあって、うん、はいはい、かなりいい感じじゃないでしょうか、うん、そしてもう早速横回っていきますか、はい、はい、こっちに回っていくと、こっちでいいように運転席こっちから、こっちに回っていくとこの足元、うん、クラシックデザインの、そうです、オプションのホイール、はい、そして真っ黒っていう、真っ黒です、ですごいチョイスですね。そう、もともとポリッシュと濃いめのグレーなのかな、ガンメタリック、ガンメタリックのバイカラーになっているんですけど、それを真っ黒に塗りました。あ、これ後からペイントされてる、後からペイントしてますよ。そうなんですね、はい、なるほど、うん、で当然カラークレストもついてて、はい、で今回の車両結構下がってますね、はい、下がってます、はいはい、こちらは下げましたよあ、そう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 、そうですよね、はい、うん、あのうちの方で全部カスタマイズやってますので、車両なんで、そうです、はい、うん、そうですね、土方さん知ってて当然ですよ、はいこちらがビルシュタインの、はい、そうです、はい、ビルシュタインの車高調が入っております。なるほど、さらにじゃあスタイリングと走りも、はいはい、研ぎ澄まされているような足元になって、バッチリです、はい、こんな感じで、あとこれパッドもあれですかね、手出すと手出すとですね、はい、ある感じですかね、うん、はい、じゃあもう街乗り最強な感じになってるわけですね、そうですね、はい、はい、であとどこ行きましょう、うん、横に関しては、うん、この辺の掃除のパーツに関してそのまんま、はい、うん、そのまんまです、うん、だと僕あれと思ったのここ、はい、これ設定が、はい、設定がありますね、あるんですか、ありますけど、はい、これはもともとシルバーの車だったので、はい、あ、これもじゃあ塗ってるんですか、これ塗ってます、そうなんですね、はい、じゃあもう全体的にこう真っ黒に、そうです、カスタマイズしてある、そうです、車両なんです。で、まあ、冒頭でお話ししたように、あのジェットブラックじゃないですか、で真っ黒っていうメタリックじゃないので、黒い部分をこう追加でこう足していったんですけど、そういう重いイメージにはならないっていう前提でこういうふうに、なるほど、はい、作っていきました、うん、じゃあもう全体的にまとめられてる感じで、そうですね、はい、はい、そして後ろに行くと、うん、後ろもちょっとカスタマイズが、はい、はい、入っておりますよ、やってきました、テックアート、テックアート、はい、はい、このスポイラーかっこいいですね、なんかいいですよね、はい、うん、なんか言わないとこう純正オプションですかみたいな、みたいな、そんな感じですよね、海外でこんな設定あるんですかみたいな、はい、そのぐらいちょっとさりげない、うん、はい、でテックアートの場合基本的にあの風洞実験、はい、
してるみたいなんで、うん、まあ、空気抵抗だったり性能だったりも、うん、はい、バッチリみたいです。問題ないですね、はいはい、あと特徴的なのはこのテールランプですよね、はい、この左右がつながるのが四駆の証みたいですね、うん、ですはい、でこう僕光ってるのをさっき見たら、はい、このつながるのもそうなんですけど、ここの下の3本線、はい、4本線かな、うん、はい、これも結構効いてるというか、うん、そうですよね、目を引くデザインなんですけど、ね、うん、はい、こうふわってなって、うん、シュッとなってる、なんか宇宙船みたいな、はい、だから今でこそなんかこうつながったじゃないですか、992とか体感もそうだし、はいはい、けどもう991.2のこれからもうつながってるという、はい、そしてマフラーは、うん、これも社外のものに、はい、そうですね、はいはい、メーカーがカプリストです、ね、カプリストです、はいはい、こちらもドイツのもうマフラー専門のメーカー、うん、はい、僕も工場に行かせていただいて、はいはい、製造現場も全部見てきましたので、うん、もう自信を持ってお勧めできる、そうですね、はい、マフラーメーカーです。ちょっと音なんかも後で聞いてみたいと思います、はい、であとカプリストすごいのは、あの藤川さん全部商品見たことあります？ありますよ。ピッカピカじゃないですか。ピカピカです、はい、そうなんですよ。あれステンレス全部溶接してから全部磨いてるんですよ、うん、へっていうのも溶接するとこう溶接焼けが出ちゃうじゃないですか、うん、はい、あれって結局ステンレスのそのステインレス、うん、着色しない、はい、要は腐食しないっていう部分がなくなっちゃってるんですよ、うん、焼けで、うんうんうん、でそれをなんかその元に戻すためにそういうポリッシュの加工をしてるっていうのを聞きました。はあ、要は不動体膜っていうその薄い膜ができることによって、はい、そのステンレスの耐久性が、うん、あるらしいんですけど、溶接焼けしちゃうとそれがなくなっちゃうらしいんですよ、うん、なるほどね。なんでそれを戻すために全部ピッカピカにしてるっていう、だから見た目にももちろん美しいんですけど、ちゃんと機能につながってるという、なるほど、はい、そんなワフラーでございます。はい、じゃあ続いて内装を見てみたいと思います、はい、当然のエントリー&ドライブ付きでということで、はい、はい、当然ですね、はい、はい、こんな感じ で内装に関してはこの赤いレザーのちょっと高級感のある、はいはい、ドアからいきましょうか。これレザーのパッケージですよね。そうです、はい、このステッチも入ってて、はい、ドアがとにかく違うんですよね、パッケージ入れると、うん、はい、高級感が、はい、全部ですね。そうですね、ここがね全然見た目がそう変わるんで、うん、はい、そしてこのアルミ調のパネルと、はい、で全部ですからね、この辺とかも、はいはい、そして結構国内の仕様だと重視される、うん、格納もしっかりついてる、はい、はい、でシートに関しては一番スタンダードな、そうです、スタンダードのタイプですね、タイプです、ね、はい、はい、この辺もまあスポーツにしてもいいんでしょうけど、うん、はい、まあ、スタンダードにちょっとゆったりラグジュアリーに、そうですね、はい、タルガっていうモデルの性質から考えるとそこまでスポーツにしなくてもいいのかなと、まあ、あとお好みになっちゃいますけどね、うん、そんな感じです。でダッシュボードも当然このフルレザーっていう、はい、高級感が某スーパースポーツカーにもなんか気を取らない、はい、言い過ぎですか？言い過ぎてないですけど、その某なんで分かんな、はい、なんだろうって。イタリア製スーパースポーツにもちょっと引けを取らない。引け取らないですよね。しっかりレザーのダッシュボードになってます。はい、でちょっと乗ってみたいと思います。はい、よいしょ。ちょっとオプション割と覚えてきたんですけど、はい、はい、拾い忘れは拾っていただけると助かります。はい、はい、まずみんな大好き、うん、スポーツクロノ、はい、しっかりついてございます、はい、なのでこれもついてくると。そうですね、はいはい、でステアリングに関しては、うん、オプションはここはない感じですね。そうです、はい、でパドルがついてて、うん、でメーターもこんな感じです。18,900キロ、はい、はい、でこっち行きましょう。あとナビ関係はちょっと見せてください、うん、はい、あれこれどこの、あこれクラリオンですよ。そうです、はい、ついてる、はいはい、そして、うん、シートヒーターがついてるんですよ。はい、バッチリなんかこの車の方向性を表してますよ、うん、はい、もう街乗り快適、はい、そうです、はい、そしてオプション関係この辺ですね、はいはい、唯一スポーツエキゾーストがちょっと、うん、ないです、欲しいところですけど、ですけどないないです、はい、安心してください、はい、ついてますよ、ついてますよ、はいはい、ちょっと芸人っぽいですけど、はいはい、なんと今回スポーツエキゾーストこそないですけれども、ないですけどカプリストがついてるんでしっかりバルブの開け閉めもできちゃうという、はい、こんな感じになっております。はい、あとオプション関係はあります、うん、あとはないですよね。はい、そうですね、まあ、こちらとかにリフター、オプションでリフターがついてると、あーなるほど、嬉しいなっていう、はい、これはついてない、安心してください、ついてますよ、は
今回のお車は、はいはい、すいません妙なノリで、はい、今回のお車は、はい、ロベルタがそうなんですよ、なんとついてるということで、ちょっとこちょっと早い、いいですね。確かにちょっともともと低いですし、そうなんですよ、今回ローダウンもしてありますからね、うん、はい、この辺ついてると、はい、便利に使えるんじゃないでしょうか。いいですね、はい、やっぱり安心です。じゃあこれ純正オプションがついてないですけど、代わりになるものがしっかりついてるんで、はい、そうですよ、はい、はい、次買う方はめちゃめちゃお買い得だし、そうですね、はい、はい、使い勝手もバッチリという、うん、はい、で内装に関してはこちらのレーダー探知機と、うん、はい、あ、ドライブレコーダーもついてますよ。ついてるんじゃないですか。はい、もちろん映りますか、はい、いいですか、はい、これもだって買ったら数万円数万円しますからね。そうですね、はい、はい、かなりいいんじゃないでしょうか、うん、そしてなんといってもこのタルガの開放感ですよ。もう先に開けちゃってますけど、はいはい、たまんないですね。最高です、はい、これ開け閉めはここの、うん、はい、はい、スイッチで開け閉めという。そうです。でこれギミックがまたいいんですよね、うん、ちょっと閉めてみてもいいでしょうか。そうなんですよ、はい、ウィーンと、うん、これ本当に知らない人が見たらびっくりする動きですよね何が始まったっていう。確かにね、はい、ちょうどなんかクーペとカブリオレの中間というか。そうですね、はい、そしてこの独特なスタイリングですよ、はい、最高です、うん、ちょっと遮音性なんかも乗って確認したいと思います、はい、あと定番ですけれども、うん、リアシート、うん、はいはい、この手の車両なんで、うん、はい、もう本当におまけ程度ですね、はい、はい、人が乗るというよりかは、うん、バッグと、はい、コートとそんな感じじゃないでしょうか、うん、ただこれあれなんですよね、シート倒せるんでトランクとつなげると使い勝手が意外にいいと。意外にいいです、はい、ちょっとこれじゃあ開けてやってみましょうか、うん、そうですね、はい、はい、あとタルガのこの裏側っていうのは、うん、このファブリックで割としっかりした、いや、ちゃんとっていうかあの、そうなんですよ、ボヨンボヨンのあの布じゃないんですよ、うん、じゃないんですよ、ちゃんとしたループっていう、はい、うん、よいしょ、OK です、はい、はい、ちょっとじゃあトランクを見てみたいと思います、はい、じゃあ続いてこっち側のトランクを見てみたいと思います、はい、うん、恥ずかしながらリモコンで開けられるって知りませんでした、はい、恥ずかしい、はい、恥ずかしい野郎なんです、はい、これこのスペースですよ。そう、当然こうルーフが閉まった時は、うん、はい、ここぐらいのスペースになっちゃいますけど、はいはい、閉じてる状態であれば、うん、割とこれ使えるという、意外と使えますよ。ですよね、はい、でこのさっきちょっとお話ししたと思うんですけど、リアシートを倒した状態にしてもらえれば、はい、使い勝手悪くないです。なるほど、広いとは言わないですけどね。そして荷物の積み下ろしだけなのにめちゃめちゃ注目を集めちゃいそうな、はい、はい、何何っていう視線を感じちゃいそうなそんなこっち側のトランクになっております。で、はい、あと続いてボンネット側のトランクも見てみましょうか、はい、でこちら側が、うん、はい、ロベルタがついてる関係で、そうなんですよ、はい、ちょっとだけこう高さが、はい、狭くなってるというか、こんな感じで、うん、エアサスのタンクとコンプレッサーが入ってます、はい、うん、はい、まあ、この辺の信頼性はもうスーパーカー何十台下手したら何百台も見つけてますから、はい、はい、抜群なんじゃないでしょうか。安心です、はい、でここ狭くなってても、うん、やっぱりタルガのリアのスペースがありますから。そうなんですよ、はい、はい、問題はないと思いますね。トータルでは、うん、使い勝手全然悪くなってないんじゃないかなと思います、はいはい、続いて店頭周り見てみたいと思います。お願いします。続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。
というか念入れで、うん、カメラが3つを使ってるかっていうと、うん、なんで皆さんにこの、うん、タルガの気持ちよさを伝えたいっていう。なるほど、はい、ちょっと頑張って今回準備しました。カメラ 1,2,3 台で、はい、1,2,3、はい、台で、はい、頑張りましょう。お届けします、はい、もうそこだなと思って僕。そう、はい、そこだ、ね、なんかこう一夜漬けのこう僕のしょうもない知識をこう喋、うん、るよりかも、うん、ちょっともう純粋にこう初心に戻って、はい、この車の気持ちよさと楽しさを、はい、伝えるのが、うん、やっぱりみんな、うん、はい、開けないの？はい、開けなくていいの？もう最初から開けてきますか。じゃあいいんじゃないの？そうですね、はい、あ、ガラス下がらないよね。下がる、全部が下がらないじゃないですか。はい、全部下がりますから、ね、あ、大丈夫ですね、うん、うわー最高。何ですかこの最高な乗り物は。しかも昨日紹介取った時は、はい、これで OK ですか、うん、これピー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 は何のピーピーピー、上がりっぱなし、車高が下げれば、あ、そういうことですね、はい、ロベルタの音、そうです、はい、今段差があるんで、はい、ロベルタカップで回避しまして、お、安心ですね、はい、出たら下げると、はい、もう最高なんですけど。ああ、今日これ最高、気持ちいいですね、はい、昨日雨降ってたじゃないですか、はい、そこからのこの晴天ですよ。素晴らしい。じゃあどっかちょっとこのまま山か海行きたいですね。行きたいっすね、はい、はい、よいしょ。なんで今回はちょっとこのオープンの気持ちよさと、はい、はい、オープンって言ってもまたもうフルフル開いちゃうのとまた違いますからね。そうなんですよ、その部分と、あとは今回カプリストついてますから、うん、はい、はい、この気持ちよく走れるっていうところを、うん、なんかやっぱりこう、はい、バルブを閉じてるといい感じですね。普通に街中が、ね、そう、心地いい程度の音です、はい、全然いいですね。全然近所迷惑にもならないし、ならないですね、はい、これはいいな。確かにこう使い分けできないとちょっと使いづらくなっちゃいますからね。そうなんですよ。そしてですね、車のレビューからすると、うん、やっぱりこうかなりしっかりしております、うん、はい、車が、うん、オープンでもこれタルガーっていうのもありますよね。いやー、そんなことないよ、うん、いや、そんなことないよって、そうそうそう、しっかりしてるのって、はいはい、ポルシェってカブリオレ乗ってもカブリオレって思えないぐらいしっかりしてるんで、はい、ボクスターもしかりで、すごいですよ。じゃあちょっと高速道路に、はい、いつもの名古屋高速入りましょう。でも初めてです、タルガで、あの高速は。あ、そうですか、はい、気持ちいいですよ。風が感じれますね、うん、なんでなんかこう安定してるんで、そ う,、ね、そう、全くなんともないです。危うさがない、な、全くないです、はい、普通に乗ってられます。助手席も怖くない。あ、気持ちいい。四駆肉は好みなんで完全に、はい、ただ僕四駆のこの絶対的な安心感は今びっくりしました。そうですね、そしてこの音が遅れる感じ、あ、はい。わーってこう後ろの方で飛ばして、そうですね、ジェットコースターじゃないですか。そうで、正直風の巻き込みは結構ありますね。意外とありますね、はい、うん、これ一応ついてますけどね、はい、でも高速道路でこの程度なんで、確かに、はい、ただマイクの拾ってる音って大きくなっちゃうのかな。でも会話できますからね。まあまあまあ、そうですね、はい、それ考えると全然超気持ちいいです。あと風切り音はやっぱり少し、うん、はい、この辺の風切り音が少し、そうですね、しますね、はい、だからメルセデスとかのオープンみたいな、ああいう、なんていうんですか、もうオープンだけどめちゃめちゃ快適というよりかは、うん、しっかりその開けてることを、そう、分かりますね、五感で全開に感じられる感じですよね。そう、うん、そういう感じです。気持ちいいこれ、うん、これ今日みたいな天気の日最高っすね。最高です。でなんかこう後ろがあるからなのか安心感あるんですよね。そう、でも、うん、
なんかね、やっぱり独特なこう感覚ですよね。気持ちいいし。うわっていうか、やっぱりこう風感じると、うん、同じ速度でも、うん、全然違いますね。違います、はい、速度感がある、うん、なんかほら、でもツッチーからほら風を感じるっていう、そういう爽やかなコメントが出るとは思わなかった、はい、いや本当にこれちょっと屋根閉じてる時と全然違うっす、うん、当たり前ですけど。そうですね、開けますか、はい、わあ、わあ、わあ、あ、なんかいい感じの音ですね、高速走ってると。あ、そうっすね。うん。うるさくないんだ。うるさくないって変な言い方ですけど。ちゃんと後ろ前に進んでってるんで。ああ、そうですね。止まってる時に聞くと、どうしても同じとこから音するじゃないですか。はいはい。これ名古屋環状法定速度で流してるだけめちゃめちゃ気持ちいいですよ。めちゃね。本当に。これすごいな。いや、これはいいよ。いやー、これ気持ちいいっすよ。うん、そしてこのなんか絶対的な安心感、びっくりしました。どうですか？操作系重いじゃないですか、はい、ステアリングも少し重めだし、うん、アクセルも重めだしブレーキも重めですけど、うん、それが高速でこのハマった時の安心感、安定感。あ、確かにね、そんな不安要素がないですよね。いろいろ乗ってのこの車乗っててね。めっちゃ速いですね。ね。いや、しかも変速ショックなさすぎて、うん、分かんないですね。うん、ミリケ。当然ですけど、はい、1.991.2 なんで、はい、あのエンジンも違うし、はい、ミッションもで基本は一緒ですけど、セッティング変わってんでしょうから、いろんなところが変わってんでしょうから、はい、より一層良くなってますよね。本当ドルゴンみたいな。いや、本当っすよ、うん、ぐらいな感じです。音しか変わんないっすか。そう、音しか変わんないね。本当だね、すごいね。またバーって踏んでいけば違うんでしょうけど。あ、そうですね。本当に法定速度だと音しか変わんないっていう。はい。あ、もうなんかあのすごく飛ばしてみたいっていういけない衝動に駆られます。いや、駆られますね。はい、これは。いや、本当にバイク走ってますけど、はい、バイクに感覚近いっすよ、これ。そうだね。楽しい、うん、そしてシートヒーターがついてるわけですよ。はい。まだちょっと肌寒いじゃないですか。そうですね。そんな時でも、はい、これモテますね。モテますね、はい。走っちゃってるんでわからないと思いますけど、はい、今日正直、はい、今雲切れて太陽出てますけど、はい、風強いじゃないですか、はい、でなんかずっとこう一定の風の音なんで、はい、なんていうんですか、突然バーって横から風が入ってくるってことがないじゃないですか、タルガなんで、なおさら。だからそういうのがなんかこういいですよね。そうっすね。なんかこう完全なオープンのカブリオレモデルとかだと、こう後ろから突然風が強い風が吹いてきたり、横からすごい入ったりとかっていうこともあるんで、そういうのがなんとなく安心感というか、タルガ独特というか。いいですか、コーナリング。コーナリングめっちゃいいっす。めっちゃいいっすか。めっちゃいいっす。ベターってこう地面に張り付いてる感じ。ああ、そうですね。これはないな、他には。確かに。でもこの感覚の車って他にないっすね。ないですね、はい。オープンでも違うし、スポーツモデルでもこの感覚の車ってないっすね。うん、
形とかね、当然性能も全然違うんですけど、やっぱりこう共通性というか近い、僕の感覚で近いのはやっぱり R8 なんですよ。あ、はい、なるほど。そのやっぱりこう四駆システムが近いセッティングというんですかね、はいはい、そうペタッとくっついてる感じですね、路面に。でポルシェってあるあるでそれを感じれるんですごいなと思います。もう絶対破綻しないだろうなっていうのがもうね、うん、伝わってきますね。伝わってきますよね。だ TT クーペとか TT ロードスターとかのクワトロモデルとか R8 のクワトロですから、その辺が分かりやすいですね。こんな快適なんですね、びっくりしました。はい、はい、あれ車種変更、土740からタルガに変更。あといいのは残るんですよ、はい、正直このタルガってそのすごく回転が速い車じゃないじゃないですか。そうだね、はい、うん、でもやっぱり欲しい人って一定数いるし、はい、一定数にこう必ず評価されてるんで、そうですね、なくならないし、うん、市場の価格もこう暴落しないじゃないですか、タルガって絶対、うんうんうん、なんかこう今までのねタルガっていう車限定のこう系譜というかモデルをこういろいろ考えていくと、ある意味この991モデルになってからスタイリングがほぼほぼクーペスタイルになったじゃないですか。で997の時はタルガといえどもそれグラストップっていう、はいはい、なんかまたちょっと違ったじゃないですか。だからなんかこういいなって僕は思います。で空冷の時代はちょっとこうどうしてもデザイン的に、はい、うん、作った感があるというか、はい、あの安全のこっちのねルーフのところの補強バーを入れる都合もあって形がちょっとどうしてもっていうのが、つながりがこうちょっと不自然というか、不自然な感じなんですけどね。そう、自然な感じじゃなかったですよね。そうなんですよ。だからそれがやっと997でいい形になって、991でまたこうソフトトップになって、さすがタルガみたいな、さすがポルシェ、すごい車っすよね。いやでもこれ普通のメーカーだったら真っ先にこれ、うん、生産終了するじゃん。やめますね。やめますよ、ね、間違いなく。だって商売で言ったら全く合わないじゃないですか、はい、販売台数もだって普通のクーペから比べたら圧倒的に少ないし、少ないですね、生産コストもかかるし、うん、ポルシェだから成し得るラインナップですよね。そうですね、うん、気持ちいいな、うん、ちょっとふわっとしてていいですか。うん、うわどこまでも走っていきたくなりますね。ね、本当にどこまでも踏んでいきたくなりますね、うん、足ビルしたいんだしね。いやそうなんですよ、はい、このスタビリティの高さ、うん、あ、全然いい、ね、いやいやいや、これすごいなこれはいいですね。当然あの法定速度なんで、はい、アクセル抜いてパーッと曲がりましたけど、うん、これコーナリングでアクセルガーッと踏んでも、はい、ブワーッと曲がっていけるの分かりますね。で、うん、本当にオンザレールっすよ。本当ですね、トラクション抜ける感じが一切ないですね。はい、このリアのぶっといタイヤと四駆、うん、で車が支えられてるのが、うん、トラクション抜け、グリップ抜けとかほぼほぼないと思いますね。これオープンモデルとかタルガとか逆にこう四駆モデルちょっと相性いいかもしれないですね。いや、かもしれないですね。なんかそう思いました。うんうんうん、肉ハイパワーオープンみたいなちょっと危うさも楽しいですけど、うん、でもBM とかもそうなんですけど、その特にポルシェは毎回言うようにボディめちゃめちゃ硬いじゃないですか、はい、でもシャシー周りがそれに負けないっていう凄さがありますよね。全体のそのバランスがもう絶妙なんで、ノーマルで普通に車のこと詳しくない人でもポルシェのスタリングが好きで乗ってても多分安心感だったりとか、なんかこう車の中にいること自体が守られてる感を
分かってもらえるっていうんですかね。そうなんですよ、屋根開いてんのに。そうクーペと変わんないですか。変わんないです。そうなんですよ。そういうところってドイツ車、特にポルシェとか、はい、ベンツ、BM はすごい優秀だなと思います。毎回乗ってて、だから何乗っても欲しくなっちゃう。欲しい。これいいな、うん、すごくないですか。もうほんとこうずっと踏み続けたいよね。いやーこれすごいっすね。ね、このレスポンスの表現ぶり踏んだ時の、うん、最高です。いや全然アクセルワーク全然シビアじゃないんですよ、うん、むしろ少し緩ぐらい、スポーツにしてもちょっと緩ぐらいですけど、うん、この踏んでったこの先のレスポンスの良さな。いや、 やっぱりスーパースポーツですよこれは。そうですね。ふわーっと踏んでいきたいっす。本当にちょっと衝動がね、はい、なんかこの内容で、なんかこう普通の街乗りも天候ものことも左右されず日常使いで乗れる。乗れますねこれは、うん、トータルで考えた時に多分ある意味究極のスポーツカーになるのかなって。コンビニ行けますもん。そうですよね、はい、はい、うん、で四駆だと突然の豪雨も怖くないんで。確かに、うん、ハイパーモデルになればなるほどやっぱり路面状況がそう直で来るじゃないですか。そうシビアだよね、うん、やっぱり、はい、ポルシェ911系ってやっぱりスポーツカーの中では結構皆さん距離乗るって分かれますよね。納得しちゃいますよ ね、 すね、乗りたいしいつでも乗れるし。最高です。距離乗れますねこれだったらね、はい、普通に乗れちゃうから疲れることないし、なんかシートのなんかこう感じもすごくいいですね。クッションの柔らかさ硬さ。そうなんですよね、フィット感ともうコンフォートかっていうぐらい本当にね、はい、サポート自然だし、足元はこう結構割と緩いですけど、うん、背中しっかりホールドしてくれるからね。コーナーでもちゃんと体が持ってかれないんですよ、ね、そう持ってかれなかったね、うん、さっきね全然足元までこうキュッて締め上げちゃうとちょっとこうタイトさ感じちゃいますけど、うん、そうだね。なんか助手席乗ってるとただただ気持ちいいです。気持ちいいですよね、うん、結構あえて別に車種は言わないですけど、はい、風を感じる満喫するっていう考えのオープンカーだとやっぱり助手席に乗ってる人って疲れるんですよ。僕も経験ありますけど、はい、風ずっと当たっててるし音うるさいし、でもそういうこう疲労感もストレスもこの車は感じないですね。そうです、はあ、まあ、唯一ちょっとこう風をここに感じるんで女性の方なんかはちょっとね身長によってはちょっと髪の毛がこうバラバラってなっちゃうのが、はい、でもほら言ってもツッチはほら、はい、ザコーマックス人間なんで、ね、まあ、185cm ぐらいの方が座った感じなんで多分女性の方は少しそうだ、ね、背が低ければこのぐらいまで下がれば全然感じないんですよ、うん、風。だって僕の身長でもうちょっとちっちゃい人でこう座れば、はい、ほぼほぼ感じないと思いますよ。ちょっとぽよぽよってしてるだけで、はい、僕のこの位置になっちゃうと風感じます、うん、そうですね、はい、いやー出口が近づいてしまいました。ちょっとね寂しいでね、はい、うん、ちょっと出口に向かって走ってていいですか。はい、はい、ドライブが楽しめます。そう確かにね、ちょっと流しに行こうよっていう。そう
そんな車なかなかないですよ。ないですね。しかもちょっとじゃなくなるだろうな、はい、みたいなね、うん、気持ちいい。走りたいっす。いろいろ走りたいね、うん、いろんなところに。山でも海でもいいし、夜の首都高でもいいし、うん、あ、いいね。なんだったら本気で攻めなきゃ別にサーキットだって行けるわけじゃないですか。あ、全然行けますね。ポルシェなんですから、はい、余裕だと思います。いや、あっという間に回っちゃいました、はい、ちょっと過去一番あっという間かもしれないです本当にで、降りたらちゃんとこうあれですよ、 DPO に回して。あ、いいですね、はい、コンフォートですね、はい、でモードもちゃんとノーマルに戻して、はい、いや、もう何回も言いますけど、ポルシェのすごいところってクーペ乗ってもカブリオレ乗ってもタルガ乗っても剛性感全部一緒に感じるっていう、はい、これすごいなと思います。逆に言えばポルシェから言わせれば、いや別に屋根切ったところで元々の剛性すげえから別に補強いらねえよって言われちゃうぐらいな勢いだよね。それぐらいクーペがちゃんとしてるっていうか、はい、いや見にこうならないですよ、見のかぶりやばいですよ、結構フレームなんか違う車、フレームっていうかそのシャーシが違う車多いですけどね。うんうんうん、そうで、ね、見えない 上の補強はなかなか入れづらいからね、はいはいはい、車種周りに補強をガンガン入れて車重がどんどん重くなって、本当にこれこの風と、うん、この何ですか、日差しがなかったらクーペって勘違いするぐらい、うん、ね、剛性ありますよ、うん、でほら素人の僕が乗っても分かるんですよ。そうで、カブリオレで一番嫌なとこって言ったらおかしいけど、ちょっと唯一あれかなって思うところって後ろの車から丸見えっていう。ああ、そうですね。でもタルガだと、そうですね、はい、クーペと同じガラスがあるから、そうですね、そうですね、全く後ろの人は分からない、分からないって言ったらおかしいけど、スケスケに見えちゃうわけじゃないから、なんとなく街中乗っててもいいかなっていう、うん、絶妙なとこついてますね。そう考えると、そう考えるとだからすごくいいところ取り、はい、いいとこ取りなんですよね、タルガって。めちゃめちゃでかいサンルーフみたいな、そんな感じです、はい、ほんとほんと。でも乗ってる人たちはもう完全にオープンカー乗ってる感覚にもなれるでしょう。だからそれがいいです。もうオープンカー好きの僕からしたらたまらない車です。オープン所有したいな、ね、もう毎回オープンカーをさレビューしてると2人でいつも言ってるもんね、オープン、やっぱオープンカー乗りたいよねって。いや、ちょっとオープンの特にドイツ車のオープンの魅力をまだ知らない方に伝えたいですか。伝えたいね。多分日本人が考えるオープンカーってどっちかっていうとアメリカ的発想だと思う。ああ、そうですか、うん、雨風をしのぐこう、はい、うん、ただ実はカブリオレ大国はドイツだったっていう、うん、そうですね、はいはい、屋根で開けて走るこの気持ちよさ、はい、だって昔ね、ごめんなさい僕年寄りなんで古い話しますけど、アメリカの70年代80年代とかのオープンスポーツカー、オプションのトップがあったんですよ。オプションのホロが、はいはいはい、ソフトトップが、はいはい、ジャーマントップって言ってましたからね、はい、だからやっぱりドイツとかヨーロッパとかあの辺のあのオープンカーのソフトトップって耐候性すごいし、キャンバス地だとしても厚みが全く違う。アメリカとも考え方違うんですよね。そう、アメリカって基本的にその雨が降ったらその閉める、はい、閉めるためのオープンカー。そうで、ドイツのオープンカーって基本的にそのオンオフ、うん、シーズンはもう開ける、うん、シーズンオフになったら閉めるっていう。そうですね。だからもう基本のところがクーペと変わらない車なんですよね、うん、そう、剛性しかりだし、その耐候性もそうだし。そうだね。ただ日本人的に行くとこうオープンカーにするとやっぱりこうちょっとこうマイナスなイメージあるじゃないですか、うん、剛性がちょっと大丈夫かな、はいはいはい、雨ちょっと大丈夫かなとか、うん、うるさいんじゃないかなとか、うん、むしろ雨静かだからね、はい、ルーフ叩く音が、はい、ソフトトップは静かなんで。ていうか、なんだったらもうそこまでちょっとカブリオレ興味あるけど心配だったらもうタルガなんて一番最高じゃないですか。いや、最高だよね、はい、うん、カブリオレ以上、うん、はい、そうだよ、はあ、クーペ以上カブリオレ未満みたいな感じですか。そう、中間をついてるわけじゃないですか、うん、一
番美味しいよね、はい、いや最高でした。あ、いや、表も案内ダメだったんですは残念ながら到着しちゃいましたよ、はい、というわけで今回はボンドカーズ名古屋よりポルシェ911タルガ 4S をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。